よ。え、車椅子についてる。ゆうちゃん、ヘビは平気なんですね。はい、今からベルリンタラのティガーに餌をあげに行きます。いってらっしゃい。さあ、食べられませんように。次、ミュウちゃんの番です。この赤い線よりもこっち行っちゃうと、いや、届く距離だからいいよ。逆に届かなくてイライラさせる方が手取ってくるから、ちゃんと届く距離だとおとなしく待ってくれます。はい、そうです。ゆうちゃん、怖い。食べられないように。ティガー、え、かわいい、かわいい。ティガー、すごい。ゆうちゃんすごいですね。かわいいよ。度胸ありますね。触りたい、触りたい。餌食べた後、5秒以内だったら頭を撫でてもらえるっていうことに慣れちゃってるんですよ。もっとグッといっぱい掴んで。よし、それぐらいでいこうか。よいしょ。そしてもうちょっと前に。頑張れ、みえちゃん。はい、はい。はい、もうこれぐらいで。食べて。はい、今。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。キャーとか言うと、びっくりしちゃうからね。みえちゃん。はい、どうぞ。食べてから。はい、食べた。お手はいけるの？お手はね、ちょっと待ってよ。順番教えますよ、したら、はい、ルーティーンがあります、はい、まず、もうお座りしてるけど、してても頭の上でお座り、お手食べさせる。めっちゃいける。まだまだね。お座り、お手、はい。おー、すごい。すごい。重たいでしょ。いける。やってみる。一回いくよ。はい。お座りって言って、お座 り, お, 座りお手お手。はい、大成功。すごい。かわいい。 OK ですか。はい。でありがとう。行きましょう。無事帰還しましたね。帰還しました。腕に止めますか、キャッチ。タカが飛んでくるそうですよ、こっち。頑張りましょう。怖い。怖くない、全然。グーにして、なるべくじゃあ腕伸ばそうか。よいしょ。レイ、はい。待って、レイカモ。すごい。大丈夫。撫でれる？撫でれる。レイ。ありがとうございます。はい、頑張りました。取れないの。どうよ。そりそりして話しますね。かわいい。え、かわいい。ありがとうございます。よいしょ。え、かわいいですね。初めてキツネ触った。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ノンスカファリー以上になります。無事に食べられずに済んでよかった。本当や。やっぱりね、今回社長さんがついてくれてたから、なんか社長さんのさ、信頼があってのじゃん。だからね、結構周りだなって思う。これがさ、一人だったらさ、マジで怖かったと思う。いよいよとできんと思う。ということで、次に向かいたいと思います。ちょっと仕事もあるんでね。はーい、はーい。あー、まあ無事に空から帰ってこれた。ちょっと急遽仕事が入ったんで、ズームの打ち合わせをしたいんだけど、仕事仲間にさ、ズームとかできる場所ないみたいな感じで聞いたら、コワーキングスペースあるよって言ってたから、紹介制らしいんだけど、俺の名前で入りなみたいな感じだったから、ちょっと行ってみたいなと思っているんだが、紹介制ですけど、そんな感じで。紹介制の会員制で、体験みたいな感じでできるらしいから、今日はプレス体験みたいな感じで、うん、6階のスペシャルクラブさん。ちょっとありがとうございました。あ、なんか紹介で。
すごいおしゃれじゃないですか。おしゃれ。今カラオケじゃない？カラオケ置いてある。こんなとこだったの。ね、なんかめちゃめちゃおしゃれですね。すごい。ありがとうございます。こちらのお部屋にズームルームございますので、そちらご案内いたします。はい、お願いします。はい、ズーム別なんですか？あ、そうなんです。こちらでございます。やばくない？時代だよ。すごいすごい。こちらでございます。車椅子ごとちょっと入れますね。入るんだけど。すごい Wi-Fi もあってズームできるんだけど全然十分ですね。絶対仕事できんじゃん。ああいうさ、シェアスペースとかあるじゃん、レンタルみたいなさ。ああいう複数人いるとさ、パソコン作業できるけどさ、ズームとかさ、打ち合わせとかできないじゃん。そうですね、見づらいから。ちょうどいいですね。ちょうどいいよ。ちょっとしかも来るときになんかめちゃめちゃいろんな部屋あるじゃん。あとで見に行く。とりあえずズームなんで。すいません。バイバイ。ということで、個室みたいになってるので、ここでズームしていきたいと思います。またね、ズームが終わったら、ここ、紹介制の会社らしいんだけど、ちょっと他のお店も見せれたらなと思います。ちょっと先にズームしますね。はい、ズームが終わったので、ちょっと他の部屋も見学させてもらおうと思います。お疲れ様でーす。お疲れ様です。いい感じで終わった。めちゃくちゃいいですね、ここ。めっちゃいいよ。ほんと充電するとこもありますもんね。うん、落ち着くしさ、やっぱりほんとさっき言ったみたいに5人ずじゃないから気にせずにできる。こんな感じである。ね、すごいですね。なんか僕はカラオケ置いてありました。なんかカラオケすればすごい終わりました。ということでちょっと見学させてもらっていいですか？はい、どうぞ。すごい、めちゃくちゃ広いですね。ダーツはお昼はできない。あ、そうなんですね。夜限定で。夜はどんな感じなんですか？夜はここが暗くなってスポーツバーみたいな感じ。へえ。中は、まあ、ビジネスで使って。そうです。え、何時も出てるんですか？朝10時から夕方の6時までがビジネスラウンジで、6時から翌1時までがバーラウンジ。打ち合わせとかでもめっちゃいい感じ。そうですね。なんか全然喫茶店とか変わんない。変わんない、変わんない。むしろゴージャス。いろんなプランがあるんですね。会員登録お願いします。スペシャルプラン、個室、シミュレーションゴルフ、ゴルフあるって今日も禁止ですよ。でもめっちゃ幸せとかさ、コンセント全部席あるからさ、コンセント取り合いみたいなやつあるじゃん。全然よくない、ね、落ち着いてできるし、飲み物も飲めるよ。すごいですね、ドリンクバーですよね。部屋に入る時も段差も全然なくて移動しやすいですね。ここはワインのお部屋です。ワイン、ゆうちゃん、ワイン好きじゃないですか。寒い。あ、すごい、貯蔵するためにちゃんと温度も。え、すごい。でもここは取って飲めるわけじゃないから。あ、なるほどなるほど。夜のスポーツバーでお願いします。ちゃんとお金を払って公民体で接待してる、ね。別途ですよ、これは。設備がすごい整ってますね。え、すごいんだけど、え、すごい。すごいな、シミュレーションゴルフやったことないんやけど。みゆちゃん今度ね、やってみます、チャレンジ企画。ゴルフ大的にやろ。でもすごい大人数で楽しめる空間になってる。屋内だからさ、うん、雨降った時とかも楽しめるじゃん。そうですね。でもなんかビジネスとして来て、ちょっとした休憩でこういうのもできるのも、打ち合わせがあったら盛り上がったらこっち来て仲深められそう。一日ですごい探検しますね。カラオケだ。なんかいいんですね。ランチもできるんです。この中で食べれるんですか？もう食べれます。厨房が別にある。やば。ここ登録したらさ、カラオケ行かなくていいじゃん。カラオケだけしに来る人がいるんですか？います、います。あ、いるですね。いいじゃん、だってご飯も食べれるでしょ。カラオケ行くのと一緒じゃん。めっちゃおしゃれだよ。え、めっちゃおしゃれだよ。ここはこの時間が喫煙スペースで、夜になるとシャンパンバーになります。あ、バーなんですね。もう全然部屋によって雰囲気全然違う。ここはロッカーとメールボックス。え、みゆちゃん使いますよ。北海道出張の時に何か届け物とか。北海道にこちらでプレゼント送ってください。あ、入りますね。全然ウルト入りますね。僕はロッカールームですね。ロッカーがありますね。すごーい。やっぱ旅先で荷物多い人とかね、定期的に来る人とかはさ、ちゃんと仕事の場所として使いやすいよ。隠れスペースがある。あ、これは一般の方も入れるんですか？いや、ここも、はい、同じお店です。あ、なるほど。何？
頑張るな。あ、なるほど。ねえ、すごい。ミーティングスペースですね。ここは離れの個室です。離れの個室。はい。すごい。え、なんか普通にさ、ちょっとさ、交流会とかさ、できるね。そうですね。研修会とか、ホワイトボードとさ、テレビあるからさ、繋いで。うん、じゃあいいじゃん。ね。ね、待って、騙されないけど、おしぼり。あ、おしぼりもある。え、すごい。カラオケ。すごいね、本当に個室で楽しめるだけ。ね。こんだけいろいろあったらさ、登録した方が全然お得じゃない？そして私の車椅子のサイズだったら、だいたいどの部屋も入れる。ねえ。ご飯屋さんありますね。ここはおばんざいが食べれる和食屋さんです。和食屋さん。これって結構いろんな人こう見学とかってどうやったら来れるんですか？見学は全然大丈夫です。登録前にお試しで利用してもらうこともできます。あ、なるほど。会員登録する前に1回お試しで使って分かったら登録もできる。でも1回使ったら多分普通に登録しちゃうと思うよこれ。へ、ね、素敵。ちょっと飲み物もらっていいですか？普通に飲むとこれじゃあさっさと食べたい気分。普通に僕疑問なんですけど、うん、ノースサファリもそうでしたけど、うん、なんでその社長さんが普通にアテンドしてくれるんですか？この社長さんです。いやでもあんまり飲みすぎてね、この後もね、夜ご飯あるんで。何食べに行くんですか？ジンギスカン食べ、ジンギスカンも食べたいんだけど、ジンギスカン鍋が食べたくて。じゃあここでゆっくりしてからご飯向かいましょうか。なんかさ、ここさ、めっちゃさ、素敵だけどさ、紹介制のさ、会員登録制だからさ、なかなか知られてないと思うよ。みおね、たまたま今回仕事のね、仲間が紹介してくれて今日来れたけど、めっちゃさ、素敵やん。だからさ、結構いろんな人にさ、知ってもらえる機会になったと思うよ、今回この動画で。だからせっかくだから、みおの動画見てくれた人で、ここ行きたいなとか気になったって人がさ、来れたらいいなと思って、さっき社長さんに、そういった視聴者さんが来れる機会ってありませんかって言ったら、みゆの YouTube 見たって言ったら、それも紹介の一つとして登録ね、できるっていうことを言ってくださったので、ぜひぜひ気になった方は今回の動画の概要欄に電話番号と、あと問い合わせ先のメールアドレスも載せとくので、もしね、気になったとか登録してみたいとか見学してみたいって方がいたら、そちらにお問い合わせいただければなと思います。みゆの YouTube 見ましたって言ったら、多分スムーズに見学できたりとか登録できたりとかすると思うので、よかったら利用してみてください。ありがとうございました。さあ、ジンギスカンを食べに行きましょう。はい、はい、ということで本日最後にメイブーさんに来ました。次回の最後にジンギスカンを食べたいと思います。ジンギスカンでは何回か食べたことがあるんだけど、前回北海道行った時とかはジンギスカン食べてないから、なんだかんだ久々かもしれない。じゃあ入っていきましょうか。車椅子の方でも入れますね、全然。こういう感じで結構降りやすいし、掘りごたつになっとる。かわいい。北海道と豚と羊がおる。何食べよう。ジンギスカン。え、一人前からあるよ。安い。鍋とかに安いですね。ジンギスカン一人前780円。安すぎん？ホルモンの鍋490円やって。あ、これ食べたい。ジンギスカン鍋。これね、なかなか食べれる店がないので、家庭料理ということで。ジンギスカン鍋800円。安。しかも一人前からあるからさ、別々の頼んでシェアできるんじゃない？いいじゃん、お肉追加できるんで。つまみ系がめちゃめちゃ安いですね、うん、めっちゃある。もう食べたやつ全部食べましょう。これだけ安いしさ、シェアしよう。ジンギスカンめっちゃ安い。ホルモン鍋とジンギスカン鍋のお肉類とトッピングがいろいろあります。揚げ物、芋もちょいしょう。札幌ラーメンサラダも気になる。聞いたことない。でもこっちのサラダパフェもフランスでおしゃれにいいな。それも欲しい、食べたい。めっちゃ安い、500円切っとるもん。ご飯も500円切ってます。スープは全部400円。あとはまあお酒とかがあります。牛乳焼酎とかとうきび焼酎とか北海道らしいのもいっぱいある。
アイスの何かバケツアイス、バケツソフトクリーム。やば、本当にバケツじゃん。で、マス入り抹茶ソフトクリーム。これかわいい、これにしようかな。はい、いろいろ頼んでスタッフさんと分けて食べていきたいと思います。ジンギスカンですね。ジンギスカン鍋ですね。ジンギスカン鍋は初めて食べる。でも結構家庭では食べられるらしい。ジンギスカンの後に鍋にするんだって。かわいいよ、サラダパフェです。めっちゃかわいい。なんかりょうちゃん似合いますね、それ。牛脂が豚になってるよ。牛脂を一回溶かして型に固めて豚の形にしてるそうです。かわいい。溶けてる。鍋は強火で火を通していきます。サラダパフェです。おいしい。カード野菜美味しいですよね。うん、鍋もできてきた。すごい、めちゃめちゃ。これ北海道ではもう 98% が知ってる。居酒屋で行ったら必ず頼まれる。北海道何回も来てるけど初めて見ました。いや本当ですか。ラーメンサラダ来ました。やばい、これ初めて見た。サラダうどんみたいな感じで一品じゃん、しっかりした。前菜に見えない。ザンギです。あー、ザンギ。北海道名物ザンギ来ました。北海道来ると毎回ザンギ食べてる。初のジンギスカン鍋を食べていこうと思います。すごい、美味しそう。いただきます。うん、おいしい。焼くより柔らかい感じだし、外側も中も柔らかさが一律というか、うん、均等。甘辛いですね、味が。うんうんうん、お肉もそうだけど鍋の味がめっちゃおいしい。一瞬で、うん、焼きより 鍋の方が柔らかくておいしい。今持ちきました。一番人気らしいジンギスカン。羊のお肉焼いてきます。今回の北海道はよう肉焼きますね。珍しい。食べれるんだな。もう食べれそうですね。タレを作っていきます。あれ作る習慣を取ってきます。普通のとね、辛いのがあって、まず普通の、うん、辛いの。おお、うちらがトロトロしてて、そもそも好みかも。お肉と野菜をナイフだけでいいっけ。はい、ということでこんな感じで久々のジンギスカン。普通だからいこうかな。うん、うん、鍋と全然違う。やっぱり肉の食感ちゃいます。うん、うん、鍋派ですか。うちも美味しいけど、お肉のね、食感はこっちの方が好きかも。あ、本当ですか。煮込んだ感じ。へー、全体的に均等的に柔らかくて味が染みてて美味しいなってなるやつ。うんうん、両方とも美味しいってことですね。お昼焼肉食べたばっかりなのに夜もお肉。海鮮が食べれないからさ、北海道来てもさ。でも北海道は海鮮以外にも美味しいものいっぱいあるから。じゃあ次は辛い方に。美味しい。舌はちょっとピリッとした感じ。辛いの苦手な人でも、うん、食べる。食べるぞ。どっち派ですか。ミューは辛いの好きだからこっち派だけど、うん、あとタレがね、とろみある方が好きだから、うん、多分お肉本来のジンギスカンの味を楽しみたいんだったらこっちだと思う。まあ、なるほどね。じゃあ、ジンギスカン食べていきましょう。ジンギスカンです。北海道名物。もまちでーす。美味しそう。それは芋ですか、餅ですか。芋餅。餅のような芋なのか、芋のような餅なのか。餅のような芋。あ、周りが程よく揚がってる。で、周りカリカリしたよ。ジンギスカン食べに行きましたけど、居酒屋メニューもね、頼めていいですね。ザンギとかラーメンサラダとか、北海道らしいものもね、単品メニューであるから、いろいろ楽しめると思う。なんかジンギスカンのお店とかだとさ、もう焼肉みたいな感じになってるからさ、あんまりこう北海道名物も一緒に楽しむってことがないから、今まで行ったとこは、
パンね、結構あるし、ジンギスコン鍋もね、お店で食べれるとこなかなかないよ。北海道何回も来てるけど、なんか調べてもジンギスカン鍋って出たことがないから知らなかったし、インスタにいつも検索するけど出てきたことない。それでここ選んだんですね。そうそう、ジンギスカン鍋食べれるの、うん、結構家庭料理としては普通に食べられるけど、お店でわざわざ食べないというか、だからお店でやってるところがなかなかないので、と言いつつ今度はラーメンサラダは逆に北海道民が居酒屋で結構みんな食べるそうらしい。私は逆にこれも初めて、普通にラーメン、これサラダじゃなくて締めじゃないみたいな。ごまドレッシングでね、味は本当に美味しい。多分想像つくと思うけど、見た目から結構本当にしっかりお昼とかに食べれそうなぐらいのものだと思う。でも北海道民は居酒屋でこれをサラダとして当たり前に食べるそうです。めっちゃ可愛いの来ましたね。可愛い、マスパフェです。中にあんこと白玉が入ってるんだけど、上の白玉だけ豚型なの。ちゃんと色分かれてるからね。うん、可愛い。いただきます。食べていい？どうぞ。どうした？うん、めっちゃ美味しい。あんこ出てきたよ。あんこじゃない、あずき。え？聞こえた？何入ってます？コーンフレークも入ってる。ちゃんとパフェだ。その豚の白玉食べてください。バイバイ。白玉。豆腐と白玉これ作ってるんですだからさ、柔らかい。うちがパフェ来ました。また豚乗ってますね。かわいい。最後にいちごパフェです。なんだかんだ今回の旅行じゃない、出張か気分は旅行でもなんだかんだね、ほとんど仕事してるんだけどね、ところどころ観光してるしさ、仕事がこう観光関係の仕事だったりとかするとさ、ごっちゃになる今日一日をね、旅行って思えるのがすごいですねって、死にかけたのにそうよ、見てカンガルー手怪我した。他のね、猛獣じゃなくてね、まあ、カンガルーっていう、カンガルーも結構凶暴って言うんだけどね。でもね、パンチはしてこなかったし、膝蹴りもしてこなかったよ。一応カンガルーってそういうイメージでしょ、掴まれただけ、餌って持ってたから、こうやってカシッ、でもゆっくりカシだったから。でもね、赤ちゃんとかさ、子供とかもいたからさ、動物のめっちゃ可愛かったよ。まあ、傷も思い出ということで、今回も出張はなんだかんだアイス食べてないから美味しい。最後に食べれてよかったということで、ごちそうさまでした。めっちゃ食べた、最後の最後まで。はい、ということで1日で焼肉ね、白老牛っていうね、北海道ブランドのお肉食べて、ノースサファリ行って、トラに餌あげて、カンガルーに引っかかれてで、ちょっと結局仕事が入ったんでね、めっちゃおしゃれなね、コワーキングスペースでちょっと仕事して、なんかあそこもね、また使いたいなと思うぐらい綺麗だったし、いい空間やったから、あんまりしょっちゅう来るわけじゃないけど北海道でも、たまにでも使いたいなと思うし、しょっちゅうさ出張来る人とかはあそこめっちゃいいなと思ったし、ここもねジンギスカンとか食べれるお店いっぱいあるけど、なかなかねお店では食べれないジンギスカン鍋も食べれるから、旅行がてらに来るのはめちゃくちゃいいなって思いました。はい、ということでたくさん回ったんですけど、北海道ブランドの白老牛と、あとノースサファリの前編はこちらの動画もチェックしていてくださいということで、最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。疲れててちょっと笑顔がないかも。飛行機急がないと。飛行機は寝ます。